こんにちは。じゃあ今日もですね、暗号通貨で稼いでいきましょう。今日は稼ぐ方法について、白サイを取り上げてね、また皆さんにメッセージをお届けしようかと思います。まあ、白サイというのはね、最近結構ね、値上がりをしている通貨で、ここ24時間でも2倍になってるんですよね。まあ、200%の上昇ですから3倍か。ちょっとここをね、見てみましょうか。ね、白サイ。193.1%の上昇ということなんでね。24時間でこう急騰してるわけですよ。ガクンガクンとね。でもこの白債、もともとはね、もっともっと価格の高い暗号通貨だったんですよ。0.2円という時代がありましたよね。ですね、そこから比べると90%以上価格がダウンしてるんですよね。で、この暗号通貨白債でどうやって儲ける、そんな手法を手に入れるかってことなんですけども、非常に単純です。ちょっと私の座は邪魔なんでね、これよそへやっちゃいますけども、これ今ね、3ヶ月を見てるんですけども、見てください。0.05円っていうところに線を引くと、0.05円以下の時期ってのが、まあ大半ですよね。で、1ヶ月に1回から2ヶ月に1回ぐらいのペースで0.05円を超えるリズムがやってくるんですよ。で、ここはね、顕著で上がったり下がったりガクンガクンとしてますよね。じゃあ、これをね、1年で見るとどうでしょうか。0.05円。ね。0.05円を超えてるのは、昨年、そうですね。昨年の1月、2月あたりだったですかね。このあたりですね。で、マックスっていうのは通貨が生まれてからですけども、この白債っていう通貨は生まれたばかりでね、まだ通貨としての歴史は1年ぐらいだというふうに思いますね。だから上場してしばらくは鳴かず飛ばずだったものが、一瞬ガクンと上がったんでしょうね。で、そう考えていくと、この今までの暗号通貨の歴史を見ても、0.05円以下の時と、それから0.05円を上回る時との差がはっきりしてますね。結論として、0.05円以下なら買いで、0.05円を超えたら即座に売るということでね、毎日チェックしていけばいいんじゃないかなってことです。はい、こういうふうに見ていくとすごくシンプルなんですけども、1週間で見てもね、0.05円を超えた時ってのが、ほら、過去1週間でも一瞬あったでしょ。だから仕込んでた人はここで売却して、この差額だけ利益が取れてるってことなんですよ。ね、ここで売った人が、この下落の流れを作ってますからね。まあ、こんな感じで白菜で利益を上げていきましょう。それでは今回は以上です。